こんにちは、決戦中継だということで、今回はね、アップデーの入ったそこをやれる、やってくれ。うわ、大丈夫か。うわ、一人やられてしまったか。マジか。アップデーでね入ったチームデスマッチ、うわー、ちょっと打ってもうやっていきたいと思います。はい、リスがねかなり改善されててね、本当に理不尽ゲー、リスキルゲーっていうのがねほとんどなくなりました、正直。うん、やってる感じね、全然ない、全然ないけど、その代わりその味方は味方の近く、敵は敵の近くっていう風に置かれているので、アサルトの距離で戦う場面がねすごく多くなった気がする、個人的な印象。今まではリスが乱雑やったから、ショットガンでもサブマシンガンでも何でもこう輝いていたんだけど、でそれに加えてね、K10 が、弱体化したので、あ、こっちにない1名。いや、嘘嘘、ええ何お前はは、てかね、中距離からねほぼ絶望的です。相変わらず強いんですけど、最強の武器ではなく、本当に、数ある強武器の中の一角っていう風に降りてきましたね。うん、本当に素晴らしいアップデートだと思います。俺は本当に感動しました。1回のアップデートでここまでリスが改善されて、武器バランスもこんな風に調整されるのは本当にすごい。あ、こっちから来る、来い来い来い、やべ、上から見てんな。そこやれるか、やれるやれる、オッケー。あの人食らってたからダメージ。ちょっと待ってよ、一回ショイグレネード投げて、これ上から入ろう、俺上から入ろう。あ、やべ、上がっちゃった。こっちから顔出せ、よし、んー、オッケー。危ない危ない、あの人ダメージ食らってたな。後ろから来てる、後ろから来てるよ、後ろ行ける、待て待て、後ろ捨てよ、後ろ捨てよ、正面行こう、正面正面正面、一回弾もらって正面正面正面、早くクリアしてもらおう。後ろからついてくる、オッケー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 、よしよし、角っこ取ったら大丈夫。んー、どこ行った、いやー、これきついんだよな、いやー、きつい。いやー、でもね、あんぐらいの距離からねかなり弾いるんだよね、倒すのが割と絶望的になってきた。うわー、ちょっと、だからチームデスマッチね、多分サブマシンガンもう使えないと思う、ほとんど。見てる感じ、アサルトライフルしかいないね、本当に。キルじゃない、リスポイントがぐちゃぐちゃじゃないので、サブマシンガンの距離で戦えるほど近づけません。うん、それがまあ、また新しい課題になってくるのかな。うん、でもこれは本当に素晴らしいアップで、かなり K10 が辛くなってきたな。コンクエとかでは相変わらず強武器なんだろうけど、なかなか近づけませんね、このチーデスだと。だショットガンとかほぼ絶望的にいなくなったんだよ。ただ本当に FPS 楽しいですね、これ本当に楽しくなった。いやー、今のもね死んでる気がするんだよな、今までならね、今までならだから、すごい改善がされてると思う。こんな距離ね、コンクエスト多分前の動画とかだったらキルしてたでしょ、コンクエストでこんぐらいの距離でリスでできなくなった、本当にできない。うん、本当素晴らしい改善がされましたが、ただ本当に K10 が強武器の一角になって、なおかつチーデスで使えなくなったので、また新しい強い武器を探さんといかんな。今ねちょっと一生懸命やったんだけど、連続5デスしたのでちょっともう無理やね、 K10 無理。チーデスで多分サブマシンガンはこれから多分消えていくでしょう、確実に消える。いや、まずね近づくことから始めないといけないとね、今までは、リスを予測してそこに行けばよかったんですけど、それがちょっと完全にできなくなったので、そう、基本的にこの距離で戦うことが多くなったから、やっぱアサルトが強いね。うん、今の感じはアサルトがだいぶ強くなってる、強くなってるっていうか、アサルトが使えるエリアじゃないと戦えなくなってる。倒した、ナイス。でアサルトやったらね、この RO933 っていうやつがかなり強いと思います、個人的に。あー、ちょっとやられた。こういう場面で戦わないといけないので、きついな。アサルトやな、本当にアサルト。やっぱアサルトが強いね、アサルトが強い、絶対強い。ちょ、ほんまにね K10 とかをチームデスマッチでもう使わない方がいいかもしれない。この距離、この距離、この距離の戦闘がこれから多くなる。うわ、もうやっばやばすぎるわ。そう、ちょっと K10 はちょっともうこれからチーデスでは出ないですね。コンクエだったらどうなのかな、まだ使えるのかな。うん、